使い古したやつやったんやけど、うん、なんか新品の手袋の価格設定ぐらい。価格に関してはそんなわけないよ。あんまプレミアついてないかもしれない。それ価格に関して、そんなもんはええんけど。そうかそうか。そう。はい、ヤミさん。はい。YouTube です。はい。ちょっと聞きたいことがありまして。何ですか？聞いていいのかな、わかんないですけど、はい、よく、うん、フリマサイトとか、うん、オークションサイト、うん、でそのプロ野球選手の実使用の道具とか、うん、例えばバットとか革手とか手袋、うんうん、とかがこう売られてたりするじゃないですか、うん、あれあるじゃないですか。あるまあ おそらくですけど、うん、そのなんかあげたものを、うん出品されてるのかなと思う、うん、何かでいただいたものを、はい、出品されてるのかなと思うんですけど、はい、あれの経験ってナミさんもありますか？僕ね、あんねん。あります。僕のね、うん、手袋とか、バッティングの。そう、うん。あとね、グローブ。うんうん、もう売られてた経験あんねん。グローブ、うん、おう。グローブある。グローブあげたの？だからね、正直、うん、誰に何をあげたかとかって、うん、覚えてないねん。まあまあまあ、ね、はっきりと覚えてることってないねん、うん、あれってさ、うん、ぶっちゃけどうなんですか？悲しいんですか？まあ悲しそうだなとは思うんですけど、うん、あのね、ぶっちゃけ、うん、めちゃくちゃ悲しい。まあ、そうだよね。そう、なんで悲しいかって、うん、その出品されてる方に、うん、お金に換えてほしくて、うん、あげてるわけじゃないね。もちろんそうだよね。そう、うん、だそれをね、売ってお金に換えるって、もちろんね、そのあげたってことはもうその人のものや、まあ、そうですね、うん、ものやけどさ、うん、なんかさ、その悲しくなるよね。だからファンなんです、え、いいんですか、いただいて、うん、嬉しいです、あ、めちゃくちゃ大事にします、うん、って言われてる、言われますよね、多分ね。そうでね、今言ってくれたように、うん、そのファンなんですって言って、うん、そのね、うん、嬉しいですって言ってくださるような方に、うんうん、正直、うん、その手袋とか、うん、バットとか、うん、グローブってあ、うん、げることってないねん、うん、あ、確かにね。そう、ないねん。きりないもんね。そう、うん、そういう方には、例えばその手袋が破れましたと、ね、使ってる手袋破れてもう捨てる予定があって、うん、あ、いつもありがとうございますって、もしこれよかったらとかっていうことはね、正直あったりするよね。ただそれも手袋が破れるってことはそれだけ使い込んでるってことや。そう、ね、ってことは汗をすごい染み込んでるのね、うん、汗がね、うん、そう、だからちょっとこう匂いとかさ、うん、気になるやん。ちょっと上げるのもあれだね。そうそうそう、うん、上げるのもちょっと躊躇するから。確かに、うん、基本的にはないねん、うん、ない、うん、で何が悲しいって、うん、そのグローブ、手袋、バット、うん、とか上げる人って、うん、それなりの関係性の人やねん。あ、近しい、うん、確かにそうだね。そう、道具上げるってよっぽど仲いいというか、そう、親しい間柄だよね。そう、親しいね、うん、間柄やし、うん、その親しい人から、うん、ちょっと誰々が、うんうん、誰々というか、その知り合いの子供とか、うんうん、知り合いの、その野球やってる人が使いたいとかさ、うん、ってなると、うん、やっぱりあげるよね、渡すよ。確かに。やっぱりそのプロ野球選手が使ってる道具とかさ、うん、グローブもそうやし、バットもそうやし、うん、NPB のマークが入ってたり、うんうん、あのね、プロ仕様のグローブ、うんうん、だったりって、やっぱ僕が学生野球やってる時とかで考えたら、やっぱ欲しいもん。憧れるよね。そう、使ってみたいもん。これがプロの道具かって、うん、でそれも一つ憧れてもらうというかさ、うん、そのプロ野球を目指してもらうためにモチベーションにもなると思うし、うん、そういった時にはやっぱりその心よく、うん、ね、僕とか選手が無理のない範囲で、うん、そのお渡しすることってあんねん、うん、あんねんな、ある、うん、だからそのバットとかグローブ、手袋がプリマサイトとか、うん、オークションサイトに出回ってるってことは、うん、そういうことやねん。そういうことだ。そうだよな。でそのね、近い方に渡したものが出回るしか方法ないはずやねん。確かに確かに、だから、うん、いわゆる一般的な応援してくださってるファンの方ではなさそうだね。そう、だから、そうだね、悲しくなんねん。めちゃくちゃ悲しくなんねん。確かにな。
だからそのどのグローブを誰にあげてっていうのはほんまにその記録もしてないし、うん、まあ、それは信頼関係やと思ってるし、うん、そんなね売るためにお渡ししてるわけじゃないねん、うん、だからめちゃくちゃ悲しくなる。確かにな、うん、ね、もしかしたら抽選で当たったとかさ、うん、なんかそのね、イベントに行って、うんうん、よくあんねん、そのバットが抽選で当たるとか、はいはい、感謝祭とか、そうそう、グローブが当たるとか、うん、でそういったケースで出品されてる方も、うん、もちろんいらっしゃると思うねん、うんうん、でこれは別にというか、まあそのね、まあまあ、当たった、そう、当たったものやから、うんうん、特にそのね、その方の自由やと思うし、うん、まあそこまで関係性もないし、うん、もしかしたらファンですらない、うん、そのほうが当たった可能性もあるもんね、うん、だからね、あの出品されてる時はね、ほんまにいろんな人の顔が浮くしね、うん、その嫌な気持ちというかさ、疑うあの人かな、うん、どの人かなって考えることもなんかさ、うん、すごい気持ち暗くなるしさ、うん、それめっちゃへこ、まあショックな気持ちも受けると思うけどさ、うん、さらにへこむのってさ、うん、設定価格がめっちゃ安かったっけそれもさらにへこむよね、もうちょいいけるやろみたいな、めちゃめちゃ安い設定できてるやんみたいな、うん、それでも二重でへこみそうっすもん。いやー、まあそれもへこむやろね、うん、だからね、僕が知ってる限り、僕ね、手袋を出品されてたことがあって、うん、あとグローブもあったし、うん、バットは僕あったんかな、バットだけは僕確認、ね、うん、把握はできてないんやけど、うん、その手袋っていうのもね、うん、この手袋に関しては僕、うん、心当たりあんねん。あ、そうなんや。そう、手袋に関してはそのモデルってあるやん、で、あと色、うんうん、その毎回ね10個ぐらい、うん、あの1回もらうとき僕は、うん、あの提供していただいてたんやけど、うん、その都度その都度、うん、その色を変えてもらったり、うん、あの刺繍の仕方を変えてもらったりとかっていうのがあって、うん、で、どの時期に使ってたものか分かるんやね、ある程度で、うん、手袋 の、 あ、 の、うん、ある手袋に関しては、うん、本当に期間限定のもうここっていう思、うん、その記憶はあんねん、はい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 、だからあの場面でああしたよねっていうの僕はねちょっと覚えてんねん、うん、なるほどなるほど、でだから余計に悲しくなったよね、うん、なるほど。ちなみにその価格は納得のいく価格、価格設定やったんですか、ね、いや新品の手袋ぐらい使い古したやつやったんやけど、うん、なんか新品の手袋の価格設定ぐらい、価格に関してはそんなことないよ、あんまプレミアついてないかもしれないそれ価格に関して、そんな思わへんけど。そうか、そうか。そう。だからね、あの、今ね、いろんなサイトとかさ、はいはい、増えてきてるやん。ありますよね。だからこう、各メーカーさんも、すごく目を光らしてるって話も聞いたことがあって、うん、実際にその、選手が、うん、ほんまに選手個人が売ってた。おっていう話も、あ、用、道具提供していただいて。そう、いただいて。もらったものを。そう、もらったものを、はい、あの、自分の名、なんていうかな、うん、個人名でやる人っておらへんやん。うん、例えばその著名な、ね、プロ野球選手とかってパパパパってネットで全部出てくるやん。うん、で、これを、あの、第三者の人に出品してもらってた。うん、それはいかんっすね。とかっていうね、話も結構有名になったんちゃうかな、この話。そんなありましたっけ、うん、そうそうそう。とかがあって、はい、だから本当に用具提携をしていただいてる各その選手ね、うん、メーカーさんも、やっぱりその目を光らせてるっていうのも、僕はちょっと聞いたことがあるし。それは失礼な話ですね。それは、でも僕の感覚ではちょっとなかったから、その出品をするとかさ、ね、なかったから、ちょっと驚きを受けたというか。はぁ、うん。だからまあね、皆さんも、まあね、もちろんその欲しいもの、僕だったらね、ゴルフ大好きやから、プロの選手にしか下ろしてないそのパターね、高級な有名なやつとかあるよね、うん、サークルティー、そうサークルティーも言っちゃうけどね、もう言っちゃうけどね、サークルティーとかさ、うん、まあサークルティーは買えるからね、普通に、うん、普通に買える、まあ、あ、そうなんですか、うん、普通にね、普通には買えへんけど、ちゃんと買おうと思ったら買える、うんうんうん、一般の方でもね、うん、買えるらしいね、まあ僕は調べた結果ね、うん、ただなんかその
誰々プロゴルファーの誰々が使ってたものですとかってなるとやっぱちょっと揺らいだりするもんね。確かにね。グラッとくるよね。うん、すっごいお高い金額でもちょっとグラッときたりするね。なみさんギアオタクですしね。そう、ギア好きやからね。でも本当にあのプロ野球選手の実使用の道具、欲しい方もいらっしゃると思うんやけど、まあそういったところね、売る方やね、売る方、にはちょっとモラルという。まあそうだね。まあお願いしたい。まあ僕が言うことじゃないんやけどね、そのもらったものをどうしようか。ね。だからまあサインとかもね、たまにあったりするよね。うん、まあサインはね。サインはね、いつも、まあサインもねえやねんけどね。サインもねえやねんけどね。まあそうやって感じてる選手ってやっぱ多いんじゃないかなと思うね。確かに。なるほど。ということで、まあ、わかりました。うん、まあ悲しいってことですね。悲しい。本当に悲しい。わかりました。まあ、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。はい。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。